2023年、ね、はい、もう8ヶ月過ぎました、はいはい、この8ヶ月一体どのように過ごしてきたのか、そして2023年残りあと4ヶ月でしょ、うん、だからこの4ヶ月をどのように過ごしていくのかってことを、うん、そこで宣言をしていかなきゃいけないよ、ね、だから全部全部全部捨てちまいなよダーリー、失うことは手に入れること、感じて過去じゃない今。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大王、ほう、いつもと違います。いつもと違います、はい、こうスタジオでございます。そうですね、うん、今あの手帳の準備をしてて。そうだね、手帳の準備で、はい、なんか芸能人みたいに、芸能人みたいな、芸能人みたいになんか、はい、あのカメラマンの方は何ですか、あの篠山紀信の何なんですか、はい、弟子、お弟子さんです。お弟子さんですか、すごいですね、はい、すごいですよ。篠山紀信さんといえば大御所ですよ、はい、大御所です。その方の弟子がいらっしゃって、はいはいはい、まあ、こうね、そうです、撮影していただきましたが、すごいとこですね、はい、はい、そうですよ。いや本当すごい、だいぶ激写されてましたね。撮っていただいたのを見たけど、はい、相当の悪人面してましたよ相当な、そうですね、相当な悪人面ですね、はいはいはい、あの政治家の悪いやつみたいな感じ。素が出ちゃってるんだろうな出ちゃってましたね、素が出ちゃってるな、はいはいはい、うん、もう一個のパターンはめちゃくちゃ仏のような顔してましたもう一個のパターンは、いや、あの手帳ぜひ楽しみにしてください、はい、そうですね、手帳の中に使われる写真らしいのでね、はい、まあ、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。かなりいい感じに仕上がってきてますね。いや、そうですね、手帳ね、はい、頑張りたいですね、はい、そうですね、ここからラストスパートです。はい、9月末発売ですね。9月末発売ね、はい、もう今ラストスパートで、こう、はい、ね、はい、手帳の中にも動画がたくさんね撮らなきゃいけないので、はい、これから動画、ね、はい、たくさん撮っていかなきゃいけないけど、一体何本ぐらい撮るんですか。いや、10本ぐらい撮ると思います。いや、そんな少なくないと思います。20本ぐらい撮れます。多分2、30本は撮んなきゃ。30本撮りましょう、ね、はい、まあまあ頑張りましょう。いろんなメッセージ、そうですね、入れたいじゃないですか。今までいろんな方々がこう手帳を出されてるけども、うん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 、それとはまたちょっと一線をね、はい、我々の手帳はちょっともうちょっとなんていうのかな、動画ミックスで、動画ミックスでね、はい、頑張っていきたいと思います。そうですね、はい、だけど手帳にはすごい楽しい秘密も用意してて、うん、ぜひ手に取った人しかわからないので、うん、楽しみにウキウキしながら待ってほしいですね、はい、ということで大悟、はい、もう8月ですよ、ね、はい、というかもうすごいですね、この記録的猛暑がすごいですね、はい、猛暑やばいですね。僕ね、タイから帰ってきましたけども、はい、いつ帰ってきたんですか。今帰ってきたんですか。今帰ってきて今収録してたんですか。今帰ってきて今撮影してて、はいはいはい、東京の方が全然暑いですね、うん、あ、本当ですか、タイより。いや、もう全然、もう向こうの方が全然涼しいです。あ、そうなんですね、はい、逆転現象ですね。今すごいですね、うん、日中めちゃくちゃ暑くて夜も暑い、ね、すごいね、冷め切らずにまた朝迎えるんですよ。いや、すごいね、はい、僕いたところは、まあ、僕は田舎にいたんだけど、うんうん、あの夜は涼しかったですね。本当ですか。もうすごい涼しかったので過ごしやすかったけども、こうやって帰ってきてみたら、うん、一歩外出たら、はい、焼けつくような痛みを覚えましたよ、はい、あ、そうですか、うん、すごいですね、はい、だよ。8月に気をつけるべき開運の事項みたいなのないですか。いや、8月といえばやっぱりね、もうお盆が来ますので、はい、あ、お盆、お盆来ますのでね、このお盆はもう、うんうん、お墓参りしかないですよ。あ、お墓参り、はい、今年の8月のお盆はですね、うん、まあ、13から16ですので、うん、まあ、ぜひこの間にですね、お墓参りに行っていただく計画を今から立てていただくということでね。お墓参りは墓掃除と言われるように、はい、掃除道具を持ってピッカピカにしてくるというのが、うん、日本人の行事でございますね。ミッションなんですね。これミッションだね、はいはいはい、だから本当に綺麗にピカピカに、今のうちからね、いつ行こうかってことを家族で、うん、お話しされてるといいんじゃないのかなと思いますね。そうですね、うん、大王、お墓に行った時にお掃除もすると思うんですけど、なんかこれ持って行ったらいいよとか、例えばお供え物とかそういうのあるじゃないですか。いや、お父さん好きだったもの持っていくよ。あ、本当です。お父さん好きだった。お父さん何好きだったんですか。お父さんはね、はいはい、教えてください。とにかくビールが好きだった。ビール、お父さんビール好きでしたね。ビール持ってくるんですか。ビール持っていくよ。あ、そうなんですね、うん、でね、本当に面白いんだけどね、はい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 、もちろんビールだけじゃなくて、うん、一応日本酒を持っていくんだけど、はいはいはい、でビールはさ、その場でやっぱりお父さんに飲んでほしいからさ、はい、プシュッと開けるじゃない、はいはい、線で置いとくじゃない、置いときます。で日本酒はもちろん栓を開けて置いとくわけですよ、はいはい、一応ね、あの掃除終わった後、ひとしきり終わった後にさ、その前にしとくとさ、はい、カラス来るからさ、はいはい、そうですね。で一応ビールとかさ、はい、まあ、親父乾杯してさ、はい、まあ、親父にもあげるけども、自分でもちょっと一口もらうわけです、はい、飲むんですね。これね、はい、味が薄くなってんだよね。
マジっすか。非常に不思議なんだよね。毎年の謎だね。マジっすか。マジだね。味の部分、お父さん飲んでるってこと？お父さん絶対飲んでるね。量は減らないけども、うん、味覚みたいなやつ。お父さんが美味しい養分を吸い取ってんだな。すごい。多分お父さんストローさしてチューチュー吸ってんだ。あ、そうなんですね。美味しい養分だけ。養分だけ、ね。一番美味しいやつですよね、つまり。だから日本酒も薄くなってるんだよね。え、本当ですか。で、日本酒はそこに置いといた日本酒を、ね、はい、蓋を閉めて、はい、持って帰って料理酒として使うといいんだよね。あ、そうなんですね、うん、あ、これ持って帰ってちゃんと自分たちでも食べるというか飲むというか、うん、そう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 、口の中に入れるっていうのが、うん、これがおすすめですね。これなんか効果あるんですか。ものすごく効果あるよ。え、何の効果あるんですか。いや、もうそれ需要競争ですよ。需要競争、そうなんですね、ユンケル。いや、本当にそうだから。あ、そうなんですね。これ本当の話だから、ぜひやってみてほしいのと、はい、絶対いいですね。あとはもう僕、お父さんが好きだったものがいくつかあるので、はい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 、もうそれを買っていってお墓の前でもう食べますね、はい、お父さんの好きな食べ物を、うん、まあ、一緒に食べるみたいな感じですかね。そうだよ、はい、いよいよ新企画スタートですね。はい、人体実験研究所、ついにリリースでございます。ありがとうございます。どんな内容ですか。3ヶ月間であなたの人生を激変させていくというスペシャルプログラムでございます。今までいろんな塾形式やってきましたけども、それをさらに上回るバージョンアップしたのをあなたにお届けしていくよ。超実践的なので、超実践的なので、あなたの人生も確実に変わっていくと思います。変わりたい人、ぜひ参加してください。うちのお父さんね、はいはい、今からもう50年前です。50年前、今から50年前に、時代が早すぎたんだな。50年も前に日本でいち早くイタリアンのレストランやってたんだよね。イタリアンのレストラン、先進的ですね。時代の先取りしすぎて、はいはい、イタリアンが何なのかを全然はお客さん分かんなくて、うん、早々に潰れてしまったという伝説のイタリアンがありましてね。伝説ですね。そう、その時の名残なので、お父さんに持ってきてはかならずパスタを持ってきますね。パスタ持ってくるんですね。パスタとピザを持ってきますね。あ、パスタもピザも持ってくるんですよ、はい、そしてさらに、はい、お父さん好きだったの餃子が好きだったんですよ。いろんな国のものが。そうそうそう。お父さん喜びますね、それ。喜ぶ。だからもういっぱい置いときますよ。そうなんですね。だからもう宴会ですから、もうお父さん食べてくださいねと、はい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 、いうことで、まあ置いときますけれども、はいはいはい、うん、お父さんこれ掃除終わったら、うん、なんかそのパスタとか大根も食べたりするんですか。いや、持って帰りますよ、すべて。あ、本当ですか。だってカラス来て大変なことになるから、ね、確かに大変なことになる、ね、置いとくと大変なことになりますね。なのか、一応持って帰りますけどもね。なんか味変わってたりするんですか。いや、なんかね、それはね、味変わってないような気がするんだよね。液体の方が行きやすいんですかね。ビールと日本酒は絶対に味が変わってるね、薄くなってる。あ、本当ですか、うん、なんでだろうね、不思議だね。不思議っすね、うん、でもきっと僕もジャニーさんも亡くなった時にさ、子孫がやってくれた時に、うん、はい、多分飲んでるよ。絶対飲んでますね、うん、もうジャニーさんがビール好きだからね、もう相当飲んでますよ。はいはい、うん、旨味ゼロになってると思います。旨味ゼロになってますね。もうね、全部、はい、吸い尽くしてね、我慢できなくて、うん、旨味ゼロになってると思います。いや、でもね、本当にこのお盆は絶対的にお墓参りに行くという、はい、もう待ってるから。ああ、そうですね。ご先祖様皆さんも本当にいつ来てくれるのかなって待ってるから、はい、もうぜひね、行っていただきたいなと思いますよ。そこでね、うん、本当行くと喜んでくれるし、はい、あとね、本当に守ってくれるんですよ。あ、その後も守ってくれる。そう、そうなんですね。そう、だからこれがやっぱお盆なんだよね。あ、だよ、お掃除と、うん、あと料理と、うん、なんか宣言することとかなんかありますか。いや、もちろんだってお墓参りはさ、ご先祖様に対してさ、やっぱ自分の誓いを伝えに行く場所だから。2023年ね、はい、もう8ヶ月過ぎました、はいはい、この8ヶ月一体どのように過ごしてきたのか、そして2023年残りあと4ヶ月でしょ、うん、だからこの4ヶ月をどのように過ごしていくのかってことを、そこで宣言をしていかなきゃいけないよね。だから皆さんに、ご先祖の皆様に聞いていただかないといけないよ。だからこれはすごい重要なことですよ、うんうんうん、今年ね、8ヶ月間どのように過ごしてきたのか、そしてここから先の4ヶ月どのように過ごしていくのかっていう、そのプランをご先祖の皆様に聞いていただく、うん、はい、そこでご先祖の皆様が、いや、お前すげえなと、うちの子孫やばいぞと、うちの末裔ちょっとやるなと、うん、これはちょっと応援してやんなきゃいけないよなってなると、はい、やっぱり目に見えない支援応援が始まるよね、はい、だから僕はいつも言ってるんだけど、はい、やっぱりこの目に見えない方たちに支援応援されないと、なかなか人生ってうまくいくの難しいんだよね、うん、だからそういった意味で、そういったね、お盆の時はもうご先祖様いらしてるので、そこで自分の誓い、だから自分が何をやり遂げるのか、何を成し遂げるのかってことをそこで明確に語っていく、はい、そして聞いていただく、そして、うん、あ、それはお前すげえじゃねえかと、うん、じゃあちょっと
俺がちょっと応援してやろうかななんていうふうに思うと、うん、思わぬところで援軍が現れて、はい、なんか物事がうまく運んでいく、そんなことってあるんだよね、うん、だからお盆の時期にお墓参りに行くというのは非常に大切なことでございますね。 ありがとうございます、はい、そういえばダイオ昔、うん、あのダイオ家系図を持ってって、はい、読み上げるっていうことを、そうですね、はい、家系図ね、家系図ある方はぜひね、その家系図を持って行って、はい、読み上げていただければね。今回もやりますそれ、もうやりますよもちろん。そうなんすね、うん、その家系図に多分200人ぐらいの方たちのね、うんうん、名前が書かれてると思うんだけれども、はい、だって人間っていうのはさ、存在の死っていうのがあるわけですよ、うん、どういうことですか。人間の死には2種類あって、はいはい、肉体の死と存在の死というのがあって、はい、肉体の死というのはこの肉体が、ね、うん、動かなくなってから死んでしまうのが肉体の死というやつで、はい、もう一つ存在の死っていうのは、はい、どういうことその人のことを語り継ぐ人がいなくなった時に初めて存在の死というのが現れるわけだね、うん、だから歴史上の偉人たちは存在の死というものがないわけですよ。ないですね。そう、有名経営者とかレジェンドみたいな人たちは存在の死なかなかなさそうですね。そうですね、徳川家康とか一生存在の死はないわけです、はいはい、そうですね。だけどやっぱ家系図に載ってる方はもうほとんどの方がこう存在の死というかもう語り継がれる人がいないわけです。そうですね、もう迎えちゃってる人もいますね。存在のリボンはありえるんですか。そうでありますよ。だってそこで名前呼ばれたらめっちゃ喜ぶじゃないですか、はい、何百年ぶりかに呼ばれる人いるわけです。絶対嬉しい。いや嬉しいですよ。絶対嬉しいですね。どうしたどうした、うん、何が呼んだみたいな感じになりますね。なりますなります、はい、うん、そうすると、はい、まあ、とても喜んでくれるっていうことだよね、はい、やっぱこの喜ばれるとね大変なことですよ、うんうん、もうぜひねできる方はやっていただければね、うん、まあ、面白いことがあるんじゃないのかなと思いますよ。きっとね、はい、お盆にそうやって家系図ある方は家系図を持って行っていただいてね、うん、その家系図の名前を読み上げていただいて、うん、ありがとうございますと感謝を述べてくる、そんなことをした後に面白い現象が降りかかってくる、うん、ぜひ事後報告待ってるよ。ありがとうございます。ということでぜひスケジュール組んでお墓参りお墓掃除行ってください。ありがとうございます。だよだよだよ。ほじゃんけんポン。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたのでよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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